はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の内分と外分丸1をお送りします。で、ここからね、新しい章のスタートで、まあ、図形の章をねやっていくんですが、まず最初に内分と外分についてやっていきます。で、ポイントはありません。今回問題をね、4問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとわかんないのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はもうタイトル通り内分と外分について覚えてほしいと、まあその問題なんですけど、で、本当はポイント書こうと思ったんですが、多分ね、これ問題やりながらの方が吸収しやすいと思うんでね、まあ早速問題やっていきます。で、全部の線分 AB において次の点を記入しようと。で、まあ内分する点、内分する点、外分する点、外分する点というこの問題やっていく。で、内分の方が簡単です。見た目で分かりやすい。で、外分の方が苦手の方が多いとこなんですけど、まず、この AB、ここね、を3対1に内分します。で、内分っていうのは文字通り内側で分けるんです。で、外分は外側で分けます。で、どう考えるかっていうと、これさっき答え言うね、先に。3対1、内分する点どこかっていうと、ここです。ここ。ここが P。これで終了です。で、どう考えるかっていうと、結局、AB を3対1なんで、ここ、1、2、3だから3になってるでしょ。で、ここ1でしょ。3対1に内側に分けて内分してるから、ここが P なんです。っていう感じで、まあ、目視、見ただけでもかなり分かりやすい。これに関しては。で、結構ね、これはすんなりいくんですよ。1番に関しては。で、2番が、ちょっと図形問題が苦手な方とかはね、うんって思うとこなんですけど、で、次も内分します。1対2です。で、これ、ちょっとメモリが多くなるのね。そうすると、え、どこ？みたいな。っていう感じのが出てくる。感じの人もね。で、これも答えから先に言うと、ここになります。で、後で説明するね。9、ここ。で、数えると、ここ2なんだよね。メモリから言うと。で、ここが4なんです。で、2対4なんですけど、2対4って約分したら1対2なんで、だからちゃんとなってる。1対2に内分してるから。で、このね、その場所の探し方っていうのは結構人それぞれ、まあ先生によって違うんですけど、まあ自分がよく説明してたのは、この比の1対2って比じゃないですか。の1個分がいくつなのってよく考えます。で、どういうことかっていうと、結局、この中、AB を1対2にしたいので、全部で、比で言うと3にしたいんです、今。全部でね、ここ。いい？でも、メモリ6あるじゃないですか。じゃあ、この比の一つ分っていくつっていう。いい？丸が5か。比の一つ分ね。が今メモリ、いくつメモリなのって。で、それ考えるときに、全部で6あるメモリが。ここ、1、2、3、4、5、6で。6メモリで、でも比で言うと3なのね。そういうときに計算は、3分の6って計算をして、2。つまり、一つ分が、はい、入ってない。ごめん。めっちゃ綺麗さ。ごめんな。下じゃない。3分の6なんで、一つ分が2メモリっていうことがわかるんです。ってことは、一つが2メモリなんだから、1対2にしたい。1は2メモリ。で、2は4メモリになるので、4つ分。つまり、ここになるよ、みたいな。これは本当にパッと見わからない子なんかは使ってみるとわかりやすいかなと思います。基本的にこれで解けるから。だから、上に戻ってあげても、結局、3対1なんで、全体だと4なんだよね。まあ、3対1だからさ。3と1足してね。で、全部で4マスしかないから、もともと4メモリか。じゃあ、1つ分割ってきたときに、4分の4なんで、これ1メモリなんだよね。だから、そのまんま3メモリ対1メモリになって、その P の位置が決まるよ、みたいな感じになります。で、ここまででね、内分がすんなり解けてる方は、いや、何言ってんだ、みたいな感じがするんですけど、なんでこれ持ってきたかっていうと、これやっとくと、外分苦手な子も結構できる、これで。で、どう考えるかっていうと、次。3対1に外分です。で、外分で、まず大事なことは、必ず、どっちに出てくるのか、外に分けるので、AB の右側に出るか、左側に出るかが決まります。
この場所はこの数字で把握してください。で、結論から言うとこれ右側に出ます。で、どういう状態かっていうとね、こうやってちょっとメモリ なしにするよ。ちょっと見にくかったら全画面表示で見てください。 AB があるじゃないですか。3対1に外分っていうのは A スタートで3行って1戻ってくるんです。3行って1戻ってくる。だから場所はわからないけど、3行ってちょっと待ってね、あ、これ絶対はみ出てるっしょ。ですよね。ごめん、いつもにね、ちょっと場所の幅をね、狭くやってるんで、ごめん、目測が。3行って、1戻ってくる。これ全然おかしいけどね、数が。こういう状態。で、この場所が出したい R になります。3行って、1戻ってくるんです。で、下の問題みたいに、1対4に外分って言われたら、今度、A と B があるでしょ？1行って4戻ってくるんです。こうやって1と4だから A より左側に来る。今度外分する点がいい。で、これはどう把握するかっていうと、右に飛び出て戻ってくるか左に飛び出て戻ってくるか、これどっちかしかない、外分はね。で、もし3対1で左に飛び出そうと思っても、左に3行ったのに1で戻ってくれるわけないんだよ、数が少ないから。だからそれで左側に飛び出るのか右に行くのかっていうのを把握してください。で、3番に関してはまず右に飛び出るってことを頭の中に置いておいて、で、どうやるかっていうと、これね、まあ右なんで、まあどっちか、まあ今2個しかないけど、まあどっちかで飛び出るわけだよ。で、ちょっともう一回書くとこれ比が大事ね。さっきも言ったように、ここね、3行って1戻ってくるじゃないですか。で、そう考えると、あ、出てるかな、あ、大丈夫ね。そうするとここの部分って比で言うと2なんだよね。全部で3で、ここで1使ってるから引き算して2になる。ここが今 AB、 ここが2なの、比で言うと。で、2メモリなの、もともと。だから1メモリいくつかなって考えると、2分の2で OK ですよ。1個分が1メモリってことが分かります。上と同じように考えると。だから3メモリ行って1メモリ戻ってこいよって言ってる。だから 1,2,3,3 メモリ行ってこうだね。で、1メモリ戻ってくる。これでここの部分、ここの答えが R ということが分かります。まあ多分ね、慣れてる子にとってはまどろっこしいか、いうね、ことの解き方だと思うんだけど。で、次、1対4に外分なんで、1左に来て4戻したいんです、B まで。で、考えたときに、これ下は、入るかな。さっきと同じように考えると、見えない。ごめん。もうちょっと上だった。ちょっと見にくかったらごめんね。AB でしょ、1行ってここで4戻ってきたいんです、こんな感じで。ってことは AB の分、ここは3だよね。3で、比で言うと3でも、メモリだと1,2,3,4,5,6 メモリあるので、比の1個分は3分の6個と同じだね。つまり日の1個分は2メモリなんだっていうことがわかるんです。で、考えるとどうなるかっていうと、1対41が2メモリなんで、2行って8戻れよって言ってんの。つまり左に2行ってこうやってね、で 1,2,3,4,5,6,7,8 でちょうど B にちゃんと戻れるから8戻ってこいよ。で、この場所が外分 S だったよということが分かります。まあ何度も言ってるけど、内分外分が苦手な方は、まあ、参考の一つ、まあ、解き方のね、こういうのもあるんだというので確認してもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 A の内分と外分丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2があって、ここはがっつりね、ポイントがあります。で、三角形が絡んでくる内分外分をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ
今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。